失礼します。はい、うちの刑事課長して松根もやってきました。はい、で報告を受けました。はい、で、多分ここでいくら話しても平行線だと思いますので、はい、今日のところはお引き取りください。あ、じゃあこの告訴状どうしましょう。まあ、受け取れません。受け取れない。じゃあ、はい、宇都宮警察署では刑事告訴は解放問題は受け付けないんですね。その内容では受け取れません。その内容では受け付けない。はい。え、じゃあどういう内容だったらいいんですか。うん、それは私どもが説明するお話ではないと思いますので。え、なぜですか。まあ、どちらにしてもさっきもう5時間ぐらいここで話してるんですよね、捜査員と。報告は聞きましたので。なぜですか。うん、これ以上ここで話してもしょうがないと思いますので。なぜですか。うん、私別に説明しに来たんじゃないんです。なぜですか。お話はここの捜査員でずっとしてると思います。なぜですか。お引き取りください。なぜですか。お引き取りください。刑事告訴来てるんですよね。うん、だからその内容では受け取れませんので、お引き取り。だからじゃあさっき受け取れないとは一言言ってないですからね。うん、でも私は報告受けて、その刑事告訴を受けて。受け取れないとは言ってないですからね。うん、じゃああなたが、あ、じゃあ名刺もらいます。いや、刑事課長の松沼と言います。じゃあこれは栃木県警として受け取らなかったかっていうことでいいんですね。いや、刑事課長の私が判断して受け取れません。じゃああなた責任取る。私ここ刑事課長ですから。いいですね。じゃあ名刺いただきます。いや、名刺出しません。じゃあ下の名前わかんない。松沼、宇都宮中央署には松沼一人しかいません。うん、じゃあ下の名前、だって移動したじゃないですか。名前書いて。中央署に松沼です。名前書いて。いやです。そんなの責任取らないで責任とか言ってらんないでしょ。別に責任。じゃあこちら、警察だって訴えること可能なんで。うん。名前分かんなかったらできないじゃないですか。松沼と申します。下書きなさいよ。いや、そこまで言うんだから書く必要がないので、下の名前までちゃんと名乗ってから言いなさいよ。書く必要がないので書きます。じゃああなたはダメじゃん、責任者じゃないじゃん。何が下の名前も名乗れないで責任者なんて言ってんの。はぁ、下の名前も言えないで責任者。何、栃木県警はそんなことやってんの。あなたに名乗る必要ないですよね。そうやって検討。なぜですか。こちら刑事告訴来てあなた方に断られてる。もしかするとあなた方を訴える可能性がある。うん、それに対してあなたの名前フルネームがなかったら訴えられないんですよ。別に私どこにも逃げも隠れもしない。だから下の名前書けばいいじゃないですか。うん、刑事課の松田と申しますよね。下の名前書けばいいじゃないですか。うん、だから書く必要がないから書かない。じゃあ宇都宮中央、あ、じゃなくて栃木県警を訴えればいいんですね。別に誰を訴えてもいいんじゃないですか。ですよね。うん、あなたの責任で。うん、責任取るんですよね。私は責任取るというよりあなたにちゃんと説明してますから。責任取るんですよね。栃木県警の問題として。誰を訴えるのも栃木県警。そうですよ、当たり前ですよ。そういう権利があるんですよ。だからどうぞって言ってるじゃないですか。だから刑事告訴もする権利があるんですよ。あなた方が勝手に受け取らないとか言う権利はないはずじゃないですか。いや、告訴状をその以上受け取れませんよ。だからあなたフルネーム変わってなさいよ。いや、書く必要ないから書けません。もう一回聞きます。これはじゃあ栃木県警として受け取らなかったっていうことでいいんですね。栃木県警として受け取らなくて、私は中央署の刑事課長として受け取りません。ただ最終的に訴えるよ、栃木県警ですか。もう先に言った時に訴える訴える自由ですから、うん、だからあなた方がうまいのはさ、結局栃木県警訴えろって自分たちの名前出ないからさ。我々は公務員ね。ねえ、ただ公務員に中国のことはあるもんね。あるわよ、地方法。
受け取らないってこと？はい、受け取りません。あ、受け取らないんだ。じゃあ、措置原件受け取らないってこといいんじゃない？だから、先ほど言った通り、中央省の刑事課長。だったら、船もかけない。そんなもかけないで何言ってんだよ。下の名前も名乗れねえんだろ。名乗る必要がないからな。なぜですか？昼やな。ここの所長は名前なんですか？あ、じゃあ調べるって連絡するわ。都事件公安委員会に話するか。今後ね、本庁行けばいいだけなんて思って。